失礼します。肝焼きでございまして、こちらの順番でお召し上がりください。うな重の特上の骨せんべいと肝が入っておりまして、骨せんべいはそのままで、肝をわさび醤油でお召し上がりください。こちら地焼きの白焼きになります。うな重の方は焼いていますうなぎなんですが、こちらは蒸さない干し焼きのうなぎになります。こちらはお好みでわさび醤油か、こちら緑のお塩がつまじわといいまして、うなぎの肝で作った当店自家製の苦味のあるお塩になります。黒蜜がけとミニ大福になります。私これ新しいのどうぞ。はい、失礼いたします。